皿占い、四つのロシア農民の歌は、イーゴリストラビンスキーが1914年から1917年にかけて作曲したロシア語の無伴奏女性合唱曲。ロシア語では、と呼ばれ、これは、皿占いの歌を意味する。日本では、副題として、四季皿と呼ばれるが、これはロシア語の意味に、あまり対応していない。歌詞は、 リヴァン・サハロフの収集したロシア民話集から取られている。ストラビンスキー本人はアファナーシェフから取ったと後に言っているが、誤り。ロシアでは、クリスマス週間に女性が集まって皿占いをする、伝統がある。皿あるいは、鉢の中に各人が小物を入れた後、一人が上を布で折って皿を振った上で小物を取り出して、将来を占う。 この時に歌われる歌が皿占いの歌と呼ばれる。各曲が12月と1月に集中して作曲されていることから、リチャード・タラスキンはこれらの曲がクリスマス習慣を祝うために作曲されたと考えている。ストラビンスキーによる旋律は著しく、ロシア的だが既存のロシアの音楽から取ったわけではない。結婚の音楽によく似ている。1917年にジュネーブで バッシーリー・キバリ父チチの指揮によって初演された。楽譜が出版されたのはずっと後になってからで、1930年にドイツのショット社からロシア語とドイツ語による歌詞をつけて出版された。1932年にロンドンの J&W ・ w、チェスター社からロシア語、フランス語、英語の歌詞をつけて出版され、この時に題名が4つのロシア農民の歌になった。 4曲から構成されるが、いずれも、非常に短い。千賀市の旧聖主教会で、オフセンカマス、野の古服、贅2曲目のオフセンは皿占いの歌ではなく、新年を祝うものだという。それ以外の3曲はいずれも行末が、で終わっている。1曲目は、プーシキン、エブゲニー・ヨネーギンにも登場する有名な歌。実際にはもう1曲あったらしいが、走功のみが残っており、 完成したかどうかわからない。なお、1919年の歌曲、4つのロシアの歌の第3曲も皿占いの歌を歌詞としている。演奏時間は約3分。4台のホルムを加えた番が1954年に作られた。ありがとうございます。